まあ4大会目が一番頑張って代表権を獲得した大会だと思うんですけどなんかこう一番決まった時の心境が普通であまりこう代表になったんだとかこれからさらに頑張らなきゃいけないんだっていう気持ちよりかはすごくこう冷静にまあオリンピックに向けてまた 頑張ろうかなっていう一番4大会目にしてすごく普通の心境ですねはい、うん、いや非常に嬉しいですねえっとオリンピックも決まったことですしそして選手村にもエアウィーヴのマットレスが入っているので、まあ、家でも使ってるんですけど、はい、やっぱり環境を変えずにできるっていうのはすごくいいことだと思ってます心強いサポートを 受けられることになったので、えーまあ、毎日の睡眠を大事に一、えー、日一日の練習を大事に、えー、東京オリンピックまで残りわずかですのでそこに向けて日々頑張っていきたいと思います。